栃木県立大田原高等学校。栃木県立大田原高等学校は、栃木県大田原市紫塚山町目にある県立高等学校。通称は、大高大高。大田原高校では、校訓として、失素堅実を掲げている。これは創立当初の旧正中学校時代に、初代校長である小川哲太郎が提唱したもので、大田原高校ではこれを、 表面を飾らず、内面を磨く意味あると定義している。この校訓は、校歌の歌詞にも組み込まれており、また、口述の 85km 恐怖も、この校訓や、口述の指標にふさわしい精神を確立するための、学校行事として位置づけられている。1986年、昭和61年以降、校訓を具体化するものとして、 これ付随する以下の指標が掲げられている。以下の指針は1988年、昭和63年に、当時の風紀の乱れを是正するものとして作成され、教室の正面に掲載されたものであり、以降も大田原高校の教育目標として掲げられている。男子校の伝統でもある金ボタン5個のクロン学ラン、標準型学生服、大田原市内を中心に、 那須塩原市、那須町、中川町など、那須郡地域からの通学者が多い。他、八田市や塩谷町、桜市木川地区といった、塩谷郡地域からの通学者もいる。大田原高等学校年度別大学合格者数、平成18から22年度版を参照。85km のコースを26時間かけて歩く、恐怖大会。 毎年5月下旬に行われる恒例行事であり、2010年、平成22年で第25回目を迎えた。恐怖とも期されたり、恐怖と揶揄されたりすることもあるが、恐怖が正しい表記である。大田原高等学校ではこれを自分の限界の向こうにある無限に挑戦する意味の表現であるとている。死願による脱落者やドクターストップや 規定時間切れによる脱落者はその場で教諭らの車に収容され治療を受けた後高校内の和楽者と呼ばれる宿泊施設に送られ体を休めるこの行事の開催される早朝には県内のラジオ局である栃木放送で開催か否かの発表放送が流れる雨天時でも基本的に実施ではあるが過去に何度かあまりの天候不順で中止となったことがあ 1990年、平成2年に行われた第5回の恐怖では、午後から徐々に雨が降り始め、深夜にはコンディションが最悪の状態となったため、当時のコースで 54.5km 地点にあたる黒磯中学校で続行困難と判断され中断となった。また、2010年、平成22年の第25回の恐怖においても、同様の状態となり、 現在のコースで 55.2km 地点にあたる黒磯北中学校で中断となった。行事の様子はと、地議テレビや下付新聞などの地元メディアのほか、NHK などでも取り上げられることがある。1986年、昭和61年から開始された。この行事は、企画の実施にあたって、茨城県立三戸第一高等学校、 山梨県立甲府第一高等学校で行われていた同様の行事を参考にしたという。第一回は9月に行われたが、その後気象や日照条件を考慮して、現在の日程に変更されている。第二十三回目の2008年、平成20年にコース及び休憩地点が大幅に見直され、特に夜間の工程については車道を避け山道を歩く、コースへと改められた。 毎年1月、大学入試センター試験の翌日の月曜日から1週間、行われる恒例行事。早朝6時から始まり、終了後は8時35分から、通常日課で授業が行われる。の4種目があり、柔道、剣道、弓道部員を除く、全生徒のおよそ8割が、体感マラソンの部に参加する。また、保護者によって、豚汁が振る舞われる。 2008年7月、敷地内にある校舎北側の倉庫内から、長さ約55センチメートル直径、約20センチメートルの撤回が大焼けによって発見された。形状から砲弾の可能性があると判断したため、10月6日、栃木県教育委員会に報告。栃木県警に届け出た後、不発弾であるということが判明したため自衛隊に撤去を要請。 同日17時に部活動や補修を中断し、全生徒を下校させた後、20時半、陸上自衛隊安阪駐屯地の東部方面、広報支援隊不発弾処理隊によって撤去された。撤去された不発弾は、急に本軍の21センチ砲弾の未使用弾と見られており、4割程度の火薬が残っていたものの、新化がなかったため、 強いけを近づけるなどしない限り爆発の危険性はなかった。同校は第二次世界大戦中に急に本軍陸軍が駐屯地として利用していたという記録が残っているため終戦後に何らかの理由で砲弾が残されそのまま保管されたという可能性もある。しかし明確なことは依然として分かっていない。1970年の新興社会築時に 旧校舎解体のガラクタの山から見つかっており、しばらく校舎の軒下に放置されていた。新館部分は後半のキャップが施され、明らかに展示用に改造されたもので、創立80年記念の紫塚祭りには模型として展示されていた。その後も校舎の軒下に置かれる状態が続いた。2017年3月27日。 栃木県那須町湯本の那須温泉ファミリースキー場で、流れが発生し、ラッセル訓練をしていた同校の山岳部員の生徒7人と、引率の教員1人が死亡した。栃木県立大田原高等学校公式ホームページ、大田原高校の記念誌は、大田原市立大田原図書館に蔵書がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。